おい、ロかった今。おろふるやん、ふざけんなよ。スタさんが一緒に行っていたら終わっていたんじゃないかっていう意見が。これは味方の安男。確かに、すべての。グラカスなのに。嘘。ひどすぎる、マジで。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。こんにちは。扁桃腺が腫れちゃって、いやマジでびっくりした。急に来たね。初めての40度超え、熱が最終 40.2 ぐらいって。41度に行くと後遺症が残るっぽくてビビってた。俺もうどうしても薬欲しいから病院に2回行ったんだけど、どっちもわかんねえって言われて、薬がもらえなくてさ、いやどないすんねんと、あがくことしかできなかったから、つらかったね。40度が2日間連続で続いて、まあ、今が38度、まあ、思考できるようになった。いや38はね、だいぶ楽。マジでだいぶ楽。40はもう別次元だった。でリップできたんだけど、一個怖いなと思ったのがあって、髄膜炎だ。俺それかなと思って、それだけは怖かった。脳みそ頭蓋骨を覆ってる膜に細菌が入り込んで、ワンチャン死ぬかもしんないみたいな、いきなり熱がボーンって出るみたいな病気なんだけど、それじゃねえかなと思って、それが怖かった。インフルエンザとか風邪なんて辛いけど治るからさ、髄膜炎だったらやべえなっていう。でそれじゃないなって分かったのが、神経が硬直するから首がガチガチになるんだって。で首とか振ったりすると激痛が走るっていうから、俺もうこのね2日間3日間ずっと首振ってた。こうやって痛くねえかなと思って。というわけで今日スクリーム頑張ります。いろんな意味でのインフルエンサー。確かに。やめてよ。すいません。悲しそう。マジですいません。ねえやめて、本当に。今は？今38ぐらい。喉痛すぎ？でもまだまだ。大丈夫。水あるじゃん。38で。大丈夫。大丈夫。いやもうね、40を経験したらもう問題ない。いやそれは。マジ黒子のバスケと一緒これは。明石を経験したら何も怖くない。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様です。挨拶できて偉い。当たり前やろ。挨拶すんのなんか。でも関さんにはしないんだ。ちゃうんすよ。しないね。いや関さんは存在が薄い。人のせいにした。関さんは気づかない。人のせいにすんなよ。今日はボットレインは何やるんですか。いやそうっすね。嘘だろ。教えてきましたよ。嘘だよな。本当に？そうそう。びっくりしたマジで。なんかさすがにあれだね、スクリーム感触良さそうだね。気絶すると思った、うん。昨日すごく良かったよ。良かったね。もうボドカさんとウルカさんですごくいいコールができてた。うん、素晴らしい。やりやすかっためちゃくちゃ。なんかあの感じスタンに結構フィジカル集中しても良さそうだった。うん、うん、確かに。マジで。うん、ミッド周辺の報告だけしっかりしてくれれば。了解。うん、うん、どうかな。シュ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 。次行きまへんよ。いい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。おい、舐めたらさ、はい、ナイス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 。結局、このゲームね、オートタックが強いんですよ。あのね、オートタックって自動って意味だよ。オートって、オート。スネアある、スネア。見てない、トップ。レオンスネア、レオンスネア。はい、殴る、殴る。はい、ナイス、はい、ナイス。カール、カール、カール。はい、ナイス、ナイス。結局ね、オートタック、オートの意味分かってる。オートイムが一番強い。やっぱりアフェリスなんですよ、結局。ええなんだよ、アフェなんですよね。アフェなんですよ、結局。対象指定はクソです、このゲーム。実は。結構オートアタック正義なんですよ。ああ、オートアタック正義なんですよ。ミクリして自動で当たるんだよ。最強じゃん、こんな。くだらないよね。くだらない、マジオータックは。方向してくだらない。くだらない。オートエイムです、これ。そう。あの、ごめんなさい。ただ征服するの。あの、もう、あの、二度と石出しません。大丈夫、あれがある。入るよ。あ、いいよ、いいよ。俺前来たら。二度とやる、ごめんなさい。あ、いける、いける、いける。あの、あれごめん、なんでフラッシュ
あれごめん、フラッシュ。俺が変な授業を出さなければ多分勝った。ミッド、ミッドファームしてみよう。ミッドファーム、ミッドガンプしてみよう。ちょっと、この試合もう、ちょっとめっちゃビルド揃ってるね。引き見てこれ、もう引きで。ここ危ないかワンチャン。レオナこっち行って、ちなみに。最後に。あ、レオナもいる。レオナもいる。これ逃げれる、逃げれる。ジアをね、なんか人間になれる。スリーミッド。っていうあれがあったけどね。メドミッド。うわ、強いよこれ。は、マジ強い。いける、いける。欲しい？あ、ここまで、ここまで。ヒール使った、ヒール使った。俺、そのまま走る、そのまま走る。ゆっくりやって、ゆっくりやって。ついて、ついて、ついて。ウルダリア。いやいやいや。ノンチブックね。見てる？いけるよ。仕立てない。はい、勝たねえな、これは。やった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 。あ、かっけえ、リーダー。スタンミ？いやー、スタンミ？これフラッシュな、スタンミジャパンかっけえよ。いやいやー。テキさん、これ一瞬でプッシュしてドラゴンスタンミしょ、これ。これも触るわ、これ。うんうん。ウルト上がってるやり。ウルト上がってるや。ウルト上がってるや。それプッシュより先よりかも。寄って寄って、ポジション欲しいか、ポジション欲しい、ポジション欲しい。ポジション欲しい。てきて、俺、これ、ボット側やってる、俺ら。いいよ。あ、これ、めっちゃ来てる。俺、フォーカスしてるよ。俺、フォーカスしてるよ。ナイス。手前からね、手前からね。手前からね。4年、4年。帰った。ケール振り、ケール振り、ケール振り、ケール振り。ケール、ウルト来る。ゆっくりゆっくり、手前から。タイラー、タイラー、これ今、誰か待ってる。結構いい感じ、結構いい感じ、これ。ナイスプッシュ。いける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 。エズね。いけ。ナイス。エズ。俺殴られたら、なんだこれ。ドラ。まあ。次ウルトある、フラッシュはないけど。ちょっとまあ。星回どうする？ミッドだ、俺ミッド。テキさん、これ見ていきましょう、これ。ケールがボットかな今。あ、これ当たる。これ当たる。待って、死んじゃうにしよう。当たりたい。これ当たりたいよ。これ当たりたいよ。これいいない。当たる。俺リスラチンポ出てる。アルティメットあるけど合流10秒後だろ、俺。それいけるよ。それいけるよ。これ、ウカさんの。ナイス。間に合うかな、これ。デガミニオン守るよ。デガミニオン守るよ。サイラスだけ見えてないんじゃない？トップ。あれ、ウェブ作る。ウェブ、ちか、迎えに行くわ。これ、ミッド揺さぶってトップ流れてきて。当たってきた。エンドだよ、エンドだよ、エンドだよ、エンドだよ。絶対エンド。あ、これ死んだ。あ、エンド、エンド。タワー投げて、タワー。インヒビしかなくない。タワー。俺、止めてくよ。アフェこっちや。アフェこっちや。狙うのこっちや。ほっ、あ、撃ってるよ。あと2発。いやー、俺、見え、俺、倒れる。ちょっと待って、俺がタワーで死んだ。見え、俺もタワーで死んだ。2人、ちょっと撮られるかだった、今。ボロボロやん、ぶつけんなよ。俺も。走ってて、フラッシュで終わりや、これ。誰がチャレンジする？ TP 持つよ、そら。俺だよね。いや、マジで終わりだよ、これ終わり。太陽行こうぜ、これ。いけ。もう負けないで。フラッシュで壁越えてけ。もう負けたら負けたでよ。いけ。ねえ、見よう。全力で走れ。見れる、これ見れる、見れる。いけ、太陽投げれ太陽あー、もう無理っす。無理です。無理かやばい、ドラゴンが。まあだったらこことか置いて、ああ。これ反転よな。反転で。これもさ、止めて。壊して。壊せない。当たりや。はいよ。ああ、逃げられた。手前からだよ。いや、物心だから、視界置いて。ウルト。死んじゃう。手前から。いける。俺さ、ケイルのウルトさ、タワーダメージ食らうの知らなかった。あれ、食らうの？
いや、さすがっす、リーダー。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません。なんで謝ってんすか？いや、なんか。でもあれは、スタさんが一緒に行っていたら終わっていたんじゃないかっていう意見があります。あ、なるほど。俺、レオナ行かなくてよかったか。見ましょう。見てもじゃない？問題のシーン。ね、勝てる？正直、アフェだったら。さんが強い。クレンズいいね。クレンズめ、クレンズ早い。いい腕でしっかり殴って、うん、もう置いて。で、ここでスタンミン良かったね。このローム。マジで良かった、これ。さすがスリーダー。ありがとうございます。リーダーだ。かっけえよ、これ、くんの。リーダー救った。安尾だ。これは味方の安尾。確かに。間違いない。何で今まで出さなかったんですか、安尾。何が、まあ、集団戦いろいろ良かったのあったんですけど、でも正直この試合はまあドラゴンとバロン周り完璧だったんですよね。ただスワップについてちょっとしっかり言わないといけないのが、まずスタンミーここボットサイラス見えてるじゃん、うん、でもどこどこ走るんだよね。でスタンミーがこの後からずっとミッドのシーソーをパクリ続けるんだよね。そうなんだよね。そうで関さんのレベルがマジで上がらなくて、スタンミーがミッドのシーソーをパクるから、さらにジャングルも食うのよ。でミッドのシーソーが来ないから関さんがジャングルのシーソーを食って、結果はボドカさんがガリガリになるっていう。全てのやらかすなのに。なんか途中でさ、なんかボドカさんにジャングルのレベルは対面で見るといいよって言ったんだけど、それは確かに考えてなかった。あの話って俺のせいなのか。ウルーカにラプターこういう時に狩るといいよってラプター言ったら、スタンミがラプター。ボドカさんが近い時は、まあ、少し前目にいてもいいけど、はい、リコールしてる時はタワー下にいるとか。あ、そう、ここで演技されるんですよ。多分僕がウェーブ触ったから。これボドカさんがうまくやったんだよな、確か。ボドカさんのウルト結構、ね、ウルトすごかった。ちげえわ。ラグーンさんのウルトが離敵してるんだ。やっぱりなんかおかしいなと思ったんだよな。みんなポジションがリセットされてる。本当だ。綺麗にこれ。ありがとうラグーンさん。違う。なこれ。でもそうだよね。俺のウルトに見せかけたラグーンさんのウルト。横関さんめっちゃ良かった。この後の動きも。しっかり持ち替えて、球団にアルティメット入れて、持ち替え赤スキル。やばい、事件で、この後、ね、見たくない、見たくない。おい、ちょっとやめろ、やめろ。これ、まず見てほしい。いや、そう、これだよ。これ見て。これ。これ何してんの、これ。でさ、もうレコナ無視でっていうさ、これ出てたよな、絶対これ。なんで俺これ死んだの？え、これなんで俺死んだの？いやいや、普通にこれウルト切れたの、今。タワー、いや、タワー中ウルト。エズか。エズの球だった。たわたわたわ。たわに殴られてると思う。安は。嘘。ひどすぎるマジで。ひどすぎる。熱出てますからね。もうまあ、これ。じゃあこれ嘘つきながら喋ってたってこと。そういう。人狼がこの時スタさんが白身のこれ殴ってこれ殴ってが確か出たんだよ。言われたこれ殴ってこれ殴ってって。関さん怒られてましたこの時。俺怒られてたんですよ。そうマジで怒られてた。怒られてるまで何言ってんのみたいな。怒られてるまでないだろ。ガチで満身満身すぎた。もうあれ 100% 終わったと思ったもん。ああもうゲームエンドだゲームエンドだと思って、ごめんマジで。最後の集団戦ウルカさんめっちゃいい位置だった。これナイス。あえてここじゃなくて1個下に行ってんの最高。これ動画見てきた。マジでいいね。でドラゴンもしっかり止め、うん、バロンしっかり止めて壁で止めて、いいねマジで。でフックでスタミナが、さらにグラガスめっちゃいい、グラガスめっちゃいいな。ドワで分断しちゃうと、もうはいバラバラ、はいバラバラ、うまアングリナード強っ、飛ばしそう。これ関さん対戦のポジション完璧っす、二人とも。ディール二人が食らわないの。ハイティン、ハイティン、マジでかいこれ。これもずっと一発も殴られてない、それ多分。キルウルト強くねダメージ。いや強え。テール今めっちゃ強え、やっぱ。もうすっごいフリーなの。お強い。どっちも当たってる。同一人物か。なんかちょっとこれスタンミに言いたいのが、
関さんにあげてほしいかもしれない。だから、ね、3つにこうやって移動してるとき全部食ってるキャノンを必ずスタンミジャパン食ってる。いや、そのとき俺やっちゃうよな、マジで。いや、いいんすよ、いいんすよ。いや、そうなんで。いや、勝つにはダメです。力もいるんでダメなんです。ヤスオってそんなになんかいっぱい出すって感じじゃないです。なんかバースト系なんで、わりかしやっぱ長生きあんまりできないんですよね、まあ、一番ダメージ出るのこれ結局アフェリオスですね。ケールアフェリオスエントリー攻撃が安定なんで。なるほど。めっちゃマジで全部食う。マジで全部食う。マジで全部食う。全部食うよ。これ以前も全部食ってるからね。そう、これ以前も全部食ってるからね、本当に。見てほら、だから関さんに触らせないミニオン。俺の。俺んだよ、全部。なあ、234CS。いや、小高さんの CS を見て泣けてくるだろ。サイラスレベル14だよ。スタンミ16だけだけど。見てこれ。俺の方が多いゴールド。いや、2ゴールド多いんだけど。マジで。すごい、これは。マジで。ことある俺はかわいそうに。泣けるデブおるって。マジで。かわいそう。くどんだけ金取れないですよ、これだよ。これが来るな。絶対来るなよ。1万2000ゴールド死にます、タワーで。すげえ、これ。マジで。レオナ追いかけて見つけられなくてそのままドアに突っ込んでた。ごめん、マジでごめん、すいません。まあ、スワップとお金サイドで取ってね。